こんにちは、こんばんは、今日もドールズオーダーやっていきたいと思います。はい、今日はね、この高難度クエストハイパーゴーストグイネビア、この子を倒しに行きたいと思います。はい、まあ、キャラクターはね、とりあえずまず水着モルガン様から行きたいと思います。はい、基本的に泥キャラクターもラピセンと、スリルトリガーで戦っていきます。はい、なのでよかったらね、見てってください。うん、まあ、少しでもね、ちょっと攻略の役に立てば嬉しいです。はい、ということでよかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では今から参ります。はい、それでは今から攻略の方に行きたいと思います。はい、いや、お相手レベル110ですよ。何ですか、化け物じゃないですか。はい、ということでやっていきましょう。まず水着モルガンで行きたいと思います。はい、水着モルガンで行くときは基本的にスキル1をうまく当てれるかっていうのが勝負の鍵になってきます。はい、で、このお相手ね、かなりね、弾幕が激しいんですよ。なので、まあ、ほとんど常に動いておかないと、攻撃をかなり当てられます。はい、で、この厄介なのがこの弾、なんかビットみたいなのを置いてくるんですよ。これが、とりあえず弾を打ってくるんですよね。はい、グイネビアちゃんが倒れてても弾を打ってくるんで、基本的には動き回りながら戦っていかないと、すぐやられちゃう。うん、なので、水着モルガンも動き回ってこのスキル1を設置してはめていくみたいな感じだね。うん、水着モルガンのまた強いとこはスキル3だね。これで結構弾を防げるんですよ。うん、このなんていうかな、遠距離無効バリアで防げるんで、そこもうまく使いながら行くといいと思います。はい、ただこの重力玉がめちゃくちゃ強いんですよ。これはアホみたいにダメージ食らうんで、あそこだけは用心ですね。なのでなるべく、オーバードライブを残しながら、うん、あれを食らったらオーバードライブで逃げる、うん、しかないね。うん、これ吸い込まれるんだよ、めちゃくちゃ激しいで、火力も高いしね。はい、こんな感じ。うん、ちょっとやられちゃったんだけど倒していく。はい、水着モルガンの攻略はこんな感じです。では次のキャラクターに行きたいと思います。はい、それでは次のキャラクターに行きたいと思います。はい、次はケイちゃんですね。これは純正の普通のケイちゃんになってます。はい、このケイちゃんは、まあ、基本的に、まあ、いつも通り毒玉を当てて、で、タイミングよく、ジャンプで、攻撃していきましょう。はい、まあ、基本的には動き回りましょう。うん、とにかく動き回る。はい、もうやっぱり被弾しないことが大事です。突っ込みすぎるとね、すぐやられちゃうんだよね。はい、バカみたいな火力で持っていかれるんで、なるべくね、攻撃は、ヒットアンドウェイ、一発攻撃して逃げるみたいな、うん、これが大事になってきます。はい、あまり深追いしないようにしましょう。うん、で、ケイちゃんの場合はとりあえず毒玉を当てる。で、近づかれたらジャンプする。うん、このジャンプもうまく当てていかないと、ケイちゃんの場合はタイムアップになっちゃうんだよね。うん、なんていうかな、火力がちょっと足りなくてタイムアップになっちゃうんで、まあ、そこそこ攻める感じ。うん、でも深追いはしない。はい、そんな感じで立ち回っていきましょう。はい、いや、とりあえずね、このなんていうかな、ステータスダウンがめちゃくちゃ厄介なんですよね。足遅くされたりするんで、かなり厄介です。なのであんまり食らったらね、やばいね。バリアもね、ほんと鬱陶しいんだよね。あれに入るとステータス落ちちゃうんで、なるべく近づきたくない。はい、でもね、まあ確か近距離キャラも結構面白いんですが、はい、まあ、近距離キャラもうまくできたらちょっと動画にしたいと思います。はい、今日はこのキャラクターと、あと黒パーシだね、黒パーシでしっかりやっていきたいと思います。はい、まずはケイちゃんはこんな感じ。うん、とりあえず中間距離で立ち回っていく。はい、相手の弾をさばきながら行く。うん、ステップが大事ですね。相手の誘導を切るためにステップをしっかり使っていきましょう。はい、うん、ただやっぱりブーステしまくると、なんていうかな、オーバーヒしちゃうんで。はい、気をつけていこう。とりあえずね、ステータスダウンのせいで足を遅くされちゃうんですよ。足遅くされちゃうんで、はい、それで結構オーバーヒしたりするんで、そこはちょっと要注意しながら戦っていきましょう。いや、厳しいね、なかなか。うん、いや、このクエストね、面白い。うん、今回グイネビアちゃん結構ひるんでくれるんで、すごく戦いやすいんですが、うん、なんか
すごい弾幕が激しいよね。うん、まあすげえ面白いです。はい、まあ、少しでもね皆さんの役に立てれば嬉しいです。さあ頑張っていきましょう。もうちょっとですね。はい、もうちょっとだからガンガン行きたいんですが、ガンガン行くとやられちゃうんすよ。うん、怖いのはあと重力玉、うん、あれだけですね。あれは本当に厄介です。はい、しっかり距離を取って戦っていこう。毒玉を着実に当てていく。うん、まあ毒玉当てていけばどうにかなります。はい、でケイちゃんは結構足が速いんでどうにか逃げることもできます。はい、さあここで、あーやられた、ごめんなさい。ちょっとやられちゃった。はい、ちょっとね1体で倒そうと思ったんですが、さすがに厳しかった。はい、じゃあここは最後はヘラビーちゃん。ヘラビーちゃん結構使いやすいですね。すごい有効だと思います。はい、ということで次のキャラクターに行きたいと思います。はい、それでは最後のキャラクターいきたいと思います。最後はクロパーシー。はい、クロパーシーはね結構強いんでねやりやすいですよ。はい、クロパーシーもおすすめ。うん、まあ基本的にはゲロビを当ててスキル2を当てていく。うん、火力がめちゃくちゃ取れるんだよね。うん、シンプルに火力が取れるんで非常に、戦いやすいです。はい、ただしやっぱり動いておかないと、相手の弾が激しいのでしっかり動きながら戦っていきましょう。はい、あと通常攻撃もね結構振るといいと思います。はい、相手がひるんでくれるんでね、うん、うまくそこら辺を使いながら戦っていきましょう。はい、いや弾幕激しいよね、これは。ほんと激しい。うん、でまあそうだね、やっぱゲロビを当てることだね、しっかりと。うん、あとねやっぱねスリルトリガーないと厳しいです。はい、回復がないとちょっと厳しい。うん、もっと上手い人はね全然スリトリなしでいけるんでしょうけど、僕の腕じゃねなかなかねそこまでは行き着かないですね。まあ、うまくできたらねやっていきたいんですが、まあ、基本的には僕はスリトリラプス戦でいかないと厳しいかなって感じですね。はい、まあとりあえず弾幕が激しいですね。まあこっちもねクロパーシもね弾幕ガンガンかませるんでね、ガンガンかましていきましょう。はい、火力取れるしね。うん、でもう完全に遠距離で戦ってもガンガン攻撃当てれるんで、まあ、しっかり当てていこう。ただこれですよ、バカみたいな火力があるじゃないですかこれで一気に持っていかれちゃうんですよね、重力でね。うん、ここは攻めていきたいですねガンガン。うん、あと4000なんで、まあちょっとうまくコンボ入ればね倒せると思うんですが、まあちょっと気をつけながらいきましょう。あまり深追いするとやられちゃうんでゲロビを当てて頭上を叩き込んでいく。うん、通常攻撃全然入らないね。あれバリア張ってるとやっぱ結構防御力上がっちゃうのかな。うん、よし、あと少しですね。しかし弾幕が激しい。あ、重力玉には気をつけたいですね。重力玉来るとかなり厳しいですね。ここでオバヒーやられた、ごめんなさい皆さん、オバヒーしちゃった。はい、ということでヘラビーちゃんで終わらせに行きたいと思います。はい、もうヘラビーちゃん、はい、片付けてくれます。で強いんだよ。うん、さあここでしっかり取っていこう。230、いや減らされすぎだよね、ほんと厳しい。はい、ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また次回もご覧ください。